のこにしじにちこにし、じみちは、日本の文学者、文学博士、筑波大学名誉教授、東京高等師範学校、東京文理科大学国語国文化、同研究科を卒業後、東京教育大学教授、筑波大学教授、筑波大学副学長を歴任。米国に長く滞在し、日本文学の国際化や学問の輸入に貢献した。 古文研究法の執筆など、大学受験指導の啓蒙でも知られる。1951年、文教皮膚論考により、日本学士院賞を受賞。1987年、君二頭髄法賞。1999年、文化功労者。三重県宇治山田市先行町に生まれる。成果は、魚屋だった。三重県立宇治山、田中学校。 東京高等師範学校を経て、1936年、東京文理科大学国語国文化を卒業。1940年、同研究科修了。1954年、文学博士の学位を取得。論文題は、文教皮膚論考。東京教育大学文学部教授、筑波大学文芸、言語学系教授、スタンフォード大学客員教授。 ハワイ大学高等研究院、アメリカ議会図書館常任学術審議員、プリンストン大学高等研究院等を歴任し、日本文学研究の国際化に貢献した。専攻は、日本中世文学、比較文学で、EO 葬儀のレンガやゼアミのノートを。また、俳句研究にも造形があり、松尾芭蕉に関するものも多い。前後館の大著、日本文芸史は、 第一巻観光と同時に英訳版がプリンストン大学出版会から出ている。1992年、同書により、おさらぎ二郎賞を受賞。その他の著書に、両人秘書校、文教費不論校、農学論研究、俳句の世界等がある。また、スタンフォード大学滞在中に、当時のアメリカ最新の文芸批評の方法論を学び、日本で従来一般的であった。 あるイデオロギーと合う程度遺憾で作品を評価する切断批評や単に主観的な印象批評に代わるものとして表現そのものによりどころを求めようとする批評を分析批評と名付けて紹介日本の国語教育や国文学研究に影響を与えた1999年に文化功労者となる2007年5月26日肺炎のため 東京都西東京市の病院で死去。去年91。ありがとうございます。